起きるっち。何時だと思ってんだよ。もう起きるっち。13時47分。日曜日か。そう簡単に明日を迎えることはできないよな。ああもうさっきからうるさい。早く出ろっち。誰だよこんな朝っぱらから。こんな時間に押しかけてくる非常識な人間なんて俺はさっきしか知らな。ち、まさかさっき。今行く。タケ、いつまで寝てるつもりだ。朝日さん、おはようございます。なんだ、お前らか。何よその態度。せっかく私が来てあげたっていうのに。ごとみ、もっと喜びなさい。それにしても狭い部屋ね。これだからニートは。そもそも誰のお金で暮らしているのかしら。その冷めたね。心がえぐられるからやめてくれ。で、なんでそのこと知ってんだ。さては、ここに来る途中いろいろと説明しておきましたよ。だってもうリュウたちは仲間ですから。仲間ですって。あれで違うんですか。まあそういうことにしておいてあげるわ。相変わらずだな。さっきじゃなかったっち。あ、ピン君、その話は何か言ったかしら。ああ、なんでもない。大丈夫だよ、ピンク。で、今日はこんな朝からどうしたんだ。ああ、気になる話がある。気になる話。ほら、記憶ですよ、記憶。妄想が壊れても記憶が残ってる件です。あら、またその話。だったらさっき話した通りよ。私は物心がついた時からこのおかしな状況と一緒だったわ。え？だからアイドルの妄想も悪趣味な中二の妄想も生まれて消えていったことは知っていたわ。それが妄想のせいだったってこともこの二人の妄想だったってことも知らなかったけど。それじゃあ今日が繰り返されていることも当然知っているわ。ってことはドールの妄想が生まれる前から妄想者だったってこと？そうみたいなんです。妄想者になるタイミングと妄想が侵食するタイミングが違う。吉野だって昔から気づいていたわ。だからそれが当たり前だと思っていたの。どういうことだかさっぱり。それじゃあいつか俺も妄想が。朝日さん？な、ああ、なんでもない。だけどよ、だったらなんで今真田の妄想が侵食したんだ。知らないわよ。そうだ、琴美さんはカノンさんの名刺を持っていたんですよね。カノンさん、ああ、妄想受け負い人ね。なあ、どこで拾ったんだ。もらったのよ。え？本人からもらったのよ。押し付けられたって言った方が適切かしら。どこでですか？中央通りの北の方よ。どんなやつだった？ピンク色のマントをまとった背の高い男よ。どんなお顔でしたか？特徴とか覚えていませんでしょうか？顔は見てないわ。というより帽子のせいで見えなかった。俺たちの得た情報と一緒だな。本当に実在しているっていうのか？だとしたらカノンさんのせいで妄想は侵食し続けて。よし、行ってみよう。ちょっと待ちなさいよ、朝日。あんたに確認したいことがあるの。なんだ？私は秋葉原自警団を憎んでいる。絶対に許すことはできない。そのことだったら安心しろ。俺だって今のあいつを見過ごすわけにはいかない。次は全力で止めてみせる。そう、だったらさっさと行きましょう。休憩ポイントっち。おいらは疲れたっち。
朝日、ちょっと泊まりなさい。どうしたんだ？急用を思い出したわ。少しここで待ってなさい。あ、琴美って、レディオ会館に急用？なんだよ。あら、ちゃんと待ってたのね。待ってろって言ったのお前だろ。それじゃ、これ持ちなさい。はぁ？なんだよこれ。雑貨よ。いや、そうじゃなくて、なんで当然のように俺に渡すんだよ。あら、喜ばないの？仕事を提供してあげているのに。仕事？荷物持ちよ。はぁ？喜びなさい。これでニートは卒業よ。それじゃ、次行きましょう。琴美、お前休養って。ええ、休養よ。私はね、欲しい時に欲しいものを買うのですよね。次は本気法廷よ。中央通りだったかしら。あ、おい、俺はまだ付き合うとはって。はあ、それじゃ、そこで待ってなさい。いや、俺だって見たいものが。何を言っているの？何って、本気で買い物するんじゃないのか？違うわ。違うの？てっきりまた荷物持たされるのかと。さあ、クレープを食べましょう。クレープ？少し甘すぎるわ。まあ、こんなものなのかしら。あの、琴美さん。何よ。俺の分のクレープは、っていうか両手塞がってるんだけど。あら、食べたかったの？一人で食うやつがどこにいる。よかったじゃない、ここにいたわよ。珍しい体験ができたわね。したくないです。それじゃ、次に行きましょう。まだ続くのか。ああ、ちょっと待って。早くしなさい、裏通りの方よ。ああ、俺もクレープ食べたかった。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。服が。で、次はどんな休養なんだ？ここよ、ラコスに行ってくるわ。え、ラコス？あそこってコスプレ衣装の店だろ？もしかして。勘違いしないでちょうだい。ただ洋服が見たいだけよ。はあ、なんだ。一体何を想像したのかしら。何もしてません。何よ。なんだ、何も買わなかったのか。だから言ったじゃない、ただ洋服が見たいだけって。なんだ、そっか。ていうかさ、別に全然休養じゃなくないか。休養よ。どうして？誰かが言ってたのよ。正しい世界にはね、楽しいことがいっぱいあるのよ。クレープを食べたり、可愛い雑貨屋さんで買い物したり、洋服だって見に行きましょう。それにね、やっぱり何でもないわ。琴美、さ、荷物を運んでもらえるかしら。だから待てってば。パソコンショップっち、強化しておくっち。
確かこの辺りね、ピンクマントと会ったのは。だけどどこにもいねえじゃん。都合よくいるわけないでしょ。なこと言って本当にここで見たのかよ。うるさい子供ね、私を疑うつもり？なんだと？お二人とも仲良くしてください。なあ琴美、話した内容とか覚えてないか？そうね、君は妄想を叶える権利があるとか、願えば願うほど思いは強くなるとか、よくわからないことを言っていたわ。あの、いつ頃お会いしたのでしょうか？忘れもしないわ。失礼な男に会った後の話だからね。もしかしてそれって？ええ、そうよ。レディオ会館の前であんたに会ったあの日の夜よ。家に帰ってから考えたわ。妄想請負人って何なのかを。気がついたらあの場所が生まれていて、気がついたら入れたのよ。それじゃあやっぱりカノンさんに出会った影響で琴美さんの妄想が？かもしれない。なあ、一度スミレのエデンに行ってみないか？明美さんなら何か新しい情報を仕入れているかもしれませんね。ああ、行ってみるか。ニートでもお腹すくのね。なんだよそれ。なんだ？リーアのお腹の音です。え、今のが？なんか可愛い音だな。アサヒ、気持ち悪いわよ。リッピョン、何か食うか？ちょうど牛丼屋もあるけど。何言ってるの？年頃の女の子が牛丼なんて食べるわけないでしょ。そっか、それもそうだな。それじゃあ何か別のお店を探すか。リッピョン、この俺がリッピョンにふさわしい店を探し出すからな。アサヒ、気持ち悪いわよ。おいら喉乾いたっち、買いだめしておきたいっち。上書きに気をつけろ。お、ここなんかどうだ？うまいんだぞ、野菜ラーメンは。美味しそうな匂いがして。アサヒ、本当にバカなの？え？ラーメンなんてリユが食べるわけないじゃない。それに私たちは年頃の女の子よ。まったく配慮がなってないわ。でもそのいいのよ、こんなやつをかばわなくて。なんかひどくないか？いいから、もっと可愛いお店に連れてきなさい。はーい。よし、ここならどうだ？ハンバーガーだけど、ちょっと高級志向だ。わあ、リュウ、こういうところ、あんまり来たこと。却下。なんで？ジャンクフードは太るわ。それに、洋服だって汚れるかもしれないじゃない。やっぱり、配慮がなってないわね。なんか、琴美の趣味になってないか？まあまあ。くそ、次だ！次こそ俺はリッピョンの笑顔を手に入れる。アサヒ、気持ち悪いわよ。
上書きに気をつけろっち。ここならどうだ。日本人ならやっぱりカレーだろ。わー、いい匂いがここまでして。だから却下よ。カレーの匂いが移ったらどうするのよ。本当に配慮が足りないわ。じゃあ何ならいいんだよ。だから最初に言った通りよ。リユに配慮されたお店ね。っていうかリピョンは何が好きなんだ。リユの好きな食べ物ですか。もうそれが食べれるお店に行こう。それでしたらスミレのエデンに行きたいです。え、あそこにならリユの好きな食べ物がありますから。どういうことだ。休憩ポイントっち。オイラは疲れたっち。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。あら、いらっしゃい。いらっしゃいました。なあ、どうしてここなんだ。年頃の女の子とはかけ離れてると思うんだけど。そんなの、私が知りたいわよ。あの、あけみさん。その顔、お腹が空いているのね。いいわ、すぐに出せるから。ありがとうございます。一体、何が出てくるんだ。興味深いわね。はい、お待たせ。わあ、おいしそう。ねえ、アサヒ、あなたにはあれが何に見える。タコワサだな。それじゃあ、あっちはイカの塩辛。ほう、とってもおいしいです。喜んでもらえて嬉しいわ。いつもありがとうございます。って、まったく似合ってない。え、あら、かわいいわよ、タコワサ。可愛さのかけらもないって。ねえリユ、あんたこういうのが好きなの。はい、大好きです。え、だけど前に。好きな食べ物はキャンディーで、嫌いな食べ物はわさび。家族構成は年の離れた兄と姉が一人ずつ。ああ、あれはキャラ設定です。キャラ設定。自覚はあるのね。よくお兄ちゃんがお家で晩酌してるんです。いつもおつまみはタコワサや塩辛でした。それでちょっと分けてもらったらハマっちゃいまして。なかなかいい舌を持ってるのよ、リュウは。ほら、特製のタコワサよ。あーん。うわー、おいしい。最高です。夢が壊れる。